魔導兵、本当にここって。722年10月21日記録、 ME722 年7月8日の記録通り、かの者の提案で魔導コアを取り入れた魔導兵と死骸を融合させる実験を繰り返した。確かに死なない人間を作り出すことには成功したが、どれも兵士と呼べるレベルには達していない。そこで私は別なアプローチを決意した。魔導兵の元となる気化死骸に人間を使ってみたらどうなのかと。これまで魔導兵の原材料に人間の使用が検討されたことはなかったが、死骸に侵される兵士は絶えず生まれている。死骸に侵させ気化死骸となった兵士からならば、理想の魔導兵が生まれるかもしれない。他の者も言った。英霊の死を無駄にするなと。私も軍に携わった者としてその意気に応えたい。あの魔導兵が人間だったなんて。危な、見つからないように。
消えてくれ。